ック、女子キャウが売りらしいです。ああ、新技の中段がジャンプ量系、ジャンプ量カウ、あカウカウです。マジで？はい。女子カウってみんな言ってますよ。女子カウ。なんか騒がれてるらしいですよ。はい。見たいですね。なんか多分ダウンにはなんないと思うんですけど、ヒットで普通に結構ダメージ通してガードであのカウンターでコンボいける多分中段がついたと思うんですけど。女子は母国の人気どうなんだろう。女子はねフィリピンで普通にあれですよ、いわゆる日本でいうあのニュース番組あるでしょ、夜にやってる、はい、ああいうニュース番組とかで普通に中継で出たぐらい話題になって、ツイッターのワールドワイドトレンドで2位まで行きましたからね。マジですか。あのすごい人気です、海外では。さあこのジャイアントスイングは抜けている。イエスティーブが壁際に追い詰められていますが、エイドリは攻めていく。さあこのイエスティーブはレンジを生かせるかどうかといったところ。オーマイグ抜けている。さあお互いレイジほぼ五分の状況。レイジおっと、しかしここを取ってあるぞ、中断からの、どうする。さあハータッチ途中、そっか、そこは置き攻めでとりあえずレイジアタックかぶしてっていうっていうのもありですよね。レイジアタック有利を取って、そうですよね、なんかするっていうのは。チキンウィングフェイスロックからのここで止まってしまう。これはガード。さあ有利を取って、シワがかなり、あこれはカウ、これらしいカウですね。なんかずっとシワが捨ててみたいな技ですね。確かにこの台クラウディオは出てこない。全く出てこないですね。隣では結構出てたりするんだけど。いやだからこの台結構偏ってんすよ。偏ってる。出てるね。語り部だもん。全体で見るといろいろいるんですけど、この台に来る人偏ってて。レオとフェマタリーナとクラウディオとフェンウェイとドラゴフ、ギガース、この辺が出てない。ないっすね。出てないんですよね。おっと、これはダメ。指差し確認からの投げていく。ズドーン、かっけえよなこのレイジャーツ。これで1-1。おっとうまい。しかしお互いに非常にうまい攻防が繰り広げられている。今度はミエスティーブが壁に追い詰めて、エイドリの体力を6割削っているという状況。しかしカウンターヒット、ここから逆転、大ダメージ、ほぼ5分の状況になりました。さあ下段から、これミエスティーブはレイジ状態、これを生かしたいところ、お互いレイジになって、さあ生かしましたか、あー有利を取って、さあお互いレイジを消失しました。お互いレイジがなくなっちゃった。あーしゃがんでいる、しゃがんでいる、急に昔の鉄拳に。どうなる、有利を取って、有利を取って出していく。うわーうまいねー、お互いこの人たちの差し合いがすごい ね、 ねレベル高いね。高いっすね。さあミエスティーブが2を取ってリーチ、菅野代表のエイドルも頑張ってほしいところ。下段はさばいていく、壁まで行くでしょう。壁ポンポワンツーからダウン投げ2択、これは通る。フィギュアフォーレイクロックからの、うわうまい横移動して細かく攻めを組み立てていきます。ステージ的にはそんなにお互いに壁には近くないという状況。削りから、さあ反撃が入っているのか、どうする、お互いレイジだが壊してくるが、どうなる、ガードしっかりしている。おー残してしまった。さあしかしなんとか削り取って2人、これでファイナルラウンド終了。取って出していくが相打ち、これはガード接近戦。いやうまい、ミエスティーブがしっかりと反撃を決めていく。ランニングジャガボンから壁まではちょっとお互い遠いステージの真ん中という状況。リコを出して下段から攻めていくのはエイドリー。ミエスティーブも接近を仕掛けていく。さあジャイアンツイング、壁に当たれば大ダメージ。これでエイドリーがレイジャガオーバーっと忘れてたね今。バイア